ウリダさんの試合、うん、小学校4年生ぐらいの時に見たことあるんですよ。あ、アウトサイダー。いや、代々木第二体育館で、うん、めちゃくちゃでかいムエタイの大会があって、うん、もうムエタイの、うん、もう超スーパースターがめちゃくちゃ集まる大会があって、うん、奇跡的な、はいはいはい、ウリダさん出てましたよね。あれ、俺バンコクのスワンナップ空港でプライベートでパクられたんですよ、うん、で、俺もオロオロしちゃって裁判待ってる時に俺の知り合いがチケットを売るっていうことを手伝えば釈放させてもらえるかもしれないってなって、でその一流の望みに託して試合でも何でもしますって言って上田やってなかったの、何もしてない時に。すごいな、本当に見た伝説のムエタイ選手しかいないなのに一人だけ入れずにめちゃくちゃ入った人が日本と思って入場してきたこの人何なんだろうって。